ジョン・ビクター・ルースは、アメリカ合衆国の弁護士。学位は、ホーム博士。中日アメリカ合衆国大使。ウィルソン・ソン・氏にグッドリッチ・ロサティ法律事務所、最高経営責任者などを歴任した。ジョン・ルースは、アメリカ合衆国のカリフォルニア州、サンフランシスコに育ち、1973年に、ロウエル高校、1977年に、 スタンフォード大学を卒業し、1980年に、道路スクールを修了して、ホーム博士号を取得した。学部時代にはファイ、ベータ、カッパソサエティの会員であり、ロースクール時代には、ローレビューの編集委員となり、オーダー・オブ・ザ・コイフの会員であった。カリフォルニア州の弁護士資格を取得して弁護士となり、ロサンゼルスの法律事務所に入った。その後、 シリコンバレー北端のパロアルトにあるウィルソン・ソン氏にグッドリッチロサチ法律事務所に入り、1988年には同所のパートナー、2005年2月には同所の最高経営責任者及び理事となった。専門分野は成長企業の金融及び証券に関する業務で多くの企業の顧問となっている。また、会社合併、株式公開、 企業提携などの業務にも携わり、多くのベンチャーキャピタルの立ち上げに加わった。アメリカ合衆国の著名弁護士を紹介する、ベストロイヤーズ・インアメリカでは、2007年、2008年、2009年の各年度版に掲載された。1991年から1999年まで、カリフォルニア州教育委員会の委員を務めた。東京着任まで、 スタンフォード大学教育学部長諮問委員会と、法科大学院学部長諮問委員会のメンバーを務めた。スタンフォード大学での長年にわたるボランティア活動により、スタンフォードアソシエートのメンバーにも選ばれた。2008年のアメリカ合衆国大統領選挙では、バラク・オバマ人への資金調達を担い、およそ50万ドル以上の資金を集めて、 新大統領の誕生に一役買った。2009年1月に、バラク・オバマが第44代、アメリカ合衆国大統領に就任した後も、同大統領の側近として活動している。着任まで2009年9月3日、民主党代表、鳩山幸男と2009年9月8日、横浜市長、林文子と2009年5月27日に、 オバマ大統領はルースを中日アメリカ合衆国大使に指名する意向であると正式に発表した。一時期中日アメリカ大使候補として名が上がったハーバード大学教授のジョセフ内がいわゆる地日派の大物とされるのに対してルースは日本との関係が薄いため地日派とはみなされておらずまた外交の経験もないため 日本国内からは、オバマ政権による、日本権主の現れではないかという声の一方、経験よりも、個人的な信頼関係を重視したものであり、選挙運動を通じて、大統領と極めて近い関係にある人物が、選ばれたことは、日本にとって、大きな意味があるという見方もあった。同年7月23日にルースは、アメリカ合衆国上院外務委員会の公聴会に、 望み、承認を受けるにあたっての初心を述べた。同年8月6日、同乗員はルースを中日アメリカ大使とする人事案件を承認し、ルースはオバマ大統領と会談した。会談後、オバマ大統領は優れた判断力と卓越した知性を備えている人物、私と非常に親しい友人であるとともに、 私に助言してくれる人物、そして最先端技術に関して民間部門で働いた経験があるだけでなく、公共サービスにも深い関心がある人物として、ルースを紹介した。土16日、ルースは就任先生を行った。着任当初2009年8月19日に日本に到着し、成田空港で行われた記者会見において、私は、 カリフォルニア州のシリコンバレー出身です。そこには不可能という文字はなく未来は現在にあります。日本にも同じような冒険の精神が息づいています。日米が共に協力すれば達成不可能なことは何もありません。と到着声明を述べた。翌20日には皇居で新任状を法定し、 着任の挨拶のため外務省を訪れ、やぶ中32外務事務次官と会談した。ルースは来日前にオバマ大統領と会ったことを紹介し、大統領は日米両国は深い関係で私の役割は重要だと強調した。大使に慣れて光栄だと述べ、日米関係の一層の緊密化に努める考えを表明した。や中次官は 日米同盟は日本国民の大多数が支持しており、同盟を強化していきたいと応じた。なお、鳩山幸男とはスタンフォード大学の同窓生にあたり、鳩山が首相に就任する直前の2009年9月3日に行われた会談では鳩山が同大学のアメリカンフットボールチームのヘルメットを自宅から持参し応対した。 在任中の自席米国大使館宿舎での行われたフレンドシップデーで挨拶をするルース大使、着任直後の2009年8月に行われた衆議院議員総選挙の結果、翌9月には自由民主党を中心とする政権から民主党を中心とする政権へ、戦後日本で初めてとなる本格的な政権交代が生じた。また、 在任中の2012年12月に行われた衆議院議員総選挙の結果民主党を中心とする政権から自由民主党を中心とする政権へ再び政権交代が生じた。ルースが中日米国大使に在任した4年間に内閣総理大臣は5人、外務大臣は実に7人を数えることとなった。ルースはこの政権交代期における 日米関係の維持に重要な役割を果たした。2010年8月6日にはアメリカ合衆国政府代表として初めて広島平和記念式典に出席。同年9月26日には長崎県の原子爆弾落下中心地域に喧嘩をした。2012年8月9日には中日米国大使として初めて長崎平和記念式典に参加した。 2013年6月23日の沖縄慰霊の日には沖縄全戦没者追悼式に出席し、同年8月には6日の広島平和記念式典、9日の長崎平和記念式典にもそれぞれ出席した。2011年3月11日に発生したマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震による東日本大震災と、 それに続く、福島第一原子力発電所事故にあたっては、ルースは、広範な分野で前例のない大災害に対応する、日本を支援するという米国の目標達成に、向け指導力を発揮した。同年10月には、大震災の前後にわたってルースが示した卓越した。 リーダーシップと革新的なマネージメントが評価され、アメリカ合衆国国務省から模範的外交官に与えられる数 M 古武省が授与された。ルースは大使着任後3年間で日本の47都道府県のすべてを訪れ、政府、地方自治体の幹部、財界人、報道関係者、学生との関係を築き、活発で実りのある対話を重ねてきた。 2012年には、経済界への協力が評価され、在日米国商工会議所の2012年、パーソン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ルースはまた、友達イニシアチブが創設される際にも指導力を発揮した。この、友達イニシアチブとは、東日本大震災後の日本の復興支援から生まれ、教育、文化交流、企業支援、指導者育成といったプログラムを通して、 日米の次世代のリーダーに投資する官民パートナーシップである。ルースは友達イニシアチブでの功績が認められ、2012年12月、広報分野での優れた業績に対して与えられる国務省の特別金賞を受賞した。2010年9月9日には中日米国大使として初めてツイッターのアカウントを登録し、日本語と英語により、 メッセージを発信した。2013年8月の離任にあたっては、一人の首相と付き合えばいいのだから、羨ましい。スージーと私は、あらゆる意味で、いつまでも、日本の友達です。さようなら。と述べた。2013年9月、セールスフォースドットコム取締役。10月ザ・ルースグループ CEO、12月三菱 UFJ。 フィナンシャルグループグローバルアドバイザリーボード委員2014年4月センタービューパートナーズシニアアドバイザー6月ソニートリシマリアクに就任2015年5月アメリカ合衆国のベンチャーキャピタルであるジオデシックキャピタルパートナー兼共同創業者に就任12月トヨタリサーチインスティチュートアドバイザー 2016年5月、三菱商事などとともに投資ファンドを設立した。7月、マンスフィールド財団運営委員。2018年12月、スタンフォード大学医学部、アジア保健研究教育センターアドバイザー。在日大使時代に、東日本大震災に対する支援活動の一環として、楽天仙台支社を訪れるなど、 三木谷博士と交流があり、2021年3月、楽天取締役に就任。4月楽天グループ取締役。妻のスージーとの間に、娘のローレンと息子のデイビッドがいる。2013年4月現在、ローレンは、ロサンゼルス子ども病院で看護師を務める傍ら、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の大学院で学び、デイビッドは、スタンフォード大学で学ぶ。 ありがとうございます。